ましたか？鯉が水面で跳ねていましたよ。わ、そうですね。落ち着いて、イズナ。精神を落ち着けて。はい、楽しいです。こんなにも楽しいのはやはり大好きな主殿と一緒だからでしょうか。今日のこの日はイズナにとってきっと一生の思い出になります。はい、主殿、つかものではありますが、これからもイズナをよろしくお願いいたします。